ドリームチェイサーです。今回はカーズトミカ C の6番ロックハドソンのスタンダードタイプを紹介します。車体は1951年型ハドソンホーネットのストックカーレース使用車ファビュラスハドソンホーネット。診療所の医者、過去修理工場の整備士兼町の判事とのことで、あれですね、伝説のレーシングカーになってたドッグハドソン、ハドソンホーネットですね。マックインにダートの走り方を教えて優勝に導いてくれた車です。とはいえ、初めは反発してたマックインとなんか面白くないなと思って結構溝があったんですけどね。ではそんなドッグハドソンを開けてみたいと思います。綺麗なブルーですね。すごい高級感のあるような綺麗なブルーです。綺麗なラインでかっこいいですね。スタンダードタイプと書かれてあります。ハドソンホーネット。この角度が好きですね。かっこいい。かっこいいですね。ドッグハドソン、渋いキャラクターなんですけど、ぜひ手に取っていただきたいキャラクターだと思います。以上、今回はドッグハドソンのスタンダードタイプの紹介でした。次回はこちら、ラジエータースプリングスの仲間のレッド、スタンダードタイプ、消防車型の車ですね。こちらを紹介していきたいと思います。次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。